あるケーベンフュラー、公爵はオーストリアの貴族。オーストリア・メキシコ帝身隊の隊員の一人。メキシコ皇帝となったフランツ・ヨーゼ・フ一世の弟・マクシミリアンに忠誠を尽くし、晩年には居城の一つに彼を記念する博物館を設立した。ヨハン・カールはケルンテンに発祥する貴族、ケーベンフュラー家の出身である。同家の着手として、 ラーデンドルフ城で誕生し、オーストリア帝国の首都ウィーンで養育された。彼は、オーストリア帝国陸軍の騎兵隊員となった。マクシミリアン大公のメキシコ帝国行きに同行した、オーストリアメキシコ帝神隊に自発的に参加したのは、借金のためだと言っている。1864年11月14日、ヨハンカールは、フランスの港町サンゼルから、メキシコ行きの船に乗り、 12月7日に、ベラクルズに到着している。メキシコのでの挺身隊には、全体で7000人以上で構成されていた。1866年のフランス軍の撤退後、ヨハン・カールは800人のオーストリア兵と共に残り、オーストリア軍の残りで、騎兵連隊を構成した。軍服がシンクだったため、赤いーキ兵と呼ばれた。マクシミリアンがケレロタで処刑され、戦争が終わると、 メキシコシティ包囲戦に従事してたヨハン・カールとポルフィリオ、ディアスの間でオーストリア軍のメキシコのからの撤退について交渉がなされた。交渉を通じて両者の間に友情が芽生えた。ニューオリンズを経由して彼はヨーロッパに戻った。1867年9月のことであった。 ケーベンヒュラーが晩年に回収したハルデック城は、メキシコ帝国と皇帝マクシミリアンに関する資料が蓄積されており、国際的な研究センターとなっている。翌年1868年から1869年には、彼はアフリカ遠征に関係する旅に出た。1871年には彼はボヘミア貴族、 クラムイコールガラス伯爵家のエドアルディーネレー,ジョーと結婚し、ウィーン・フィールテルとバルト・フィールテルの間のリーガーブルク宮殿で彼女と暮らすようになった。彼はオーストリア帝国議会では自由主義を選び、これに属した。彼の議員活動は、彼の父から貴族院議員の地位を継承してから1877年まで続いた。以降は、彼は、 ハルデック城の再建事業に献身し、その中に家族の墓所も造営した。ヨハン・カールはまたメキシコで過ごした記憶を残すために城内にメキシコ博物館を建設した。マクシミリアンの死後30年目に彼はポルフィリオ・ディアスとの間の友情を通じてオーストリアとメキシコとの国交を再開の外交交渉の仲介をした。そしてケレタロに。 マクシミリアン記念教会を混流した。1905年に没するとハルデック城に埋葬された。ありがとうございます。